テレ東。公職選挙法違反の罪で秘書が公判中の自民党河井案里参議院議員が国会に現れました。記者団から事件に関する説明を求められた河井議員は、お疲れ様、またねなどと笑顔で述べるのみで、説明責任を果たすことなく国会を後にしました。河井さん、一言いただいてもよろしいでしょうか。説明はしていただけないんでしょうか。秘書の方が逮捕されてますけど、一言説明はないんでしょうか。河井さん、いつになったら説明していただけるんでしょうか。このまま説明されないおつもりでしょうか。体調良くなられたんですか。そろそろご説明お願いできませんでしょうか。またね、ゆっくりね。河井さん自身はお金を渡されたんでしょうか。ご自身の出所進退についてどのようにお考えなんでしょうか。説明していただけないでしょうか。